ちょっとまだその太め感というか、はい、絞り切れてないのかなっていう感じしますけどね。ハーレスからスルーパス、これはタイクウンター、さあチャンス抜け出してシュートだー、先制決めた、高木義明取りました。ハイラインの裏一発で抜け出しました。ハーレスいいボールでしたね。ターレスもそうですし、高木選手の走り込むタイミングもすごく良かったですよね。はい、あとはやっぱりファーストタッチしっかり打ち合わせで止めて、あとはキーパーを見て、まあ、冷静に決めることができましたね。山田と金井のギャップをつきましたターレス。そして裏に抜けてきた高木義明。右足の方にコントロールして最後は余裕だったと思いますね。はい、最後はチップキックで浮かせていきました。